DSMC にすべてを献上。1、人材献上、技術献上。日本の技術者を1500人雇用すると言うが、日本にそれだけ技術者がいるなら、外国の企業に頼る必要はない。日本だけでやれ。日本の人材と技術を流出させるな。2、資金献上。初期投資8000億円のうちの多くは日本国民から集めた税金で賄う。このお金は1、国産企業の育成に使え。2、将来の科学者、技術者を育成するために、大学の理学部や工学部、高専、工業高校などに使え。3、議決権献上。ソニー・セミコンダクタ・ソリューションズは、TSMC の子会社、ジャスムの少数株主で、議決権は20%未満に抑えられる。つまり、日本は TSMC の経営に口を出せない。これは侵略だ。TSMC を追放しろ。提言、資金も人材もある。万人計画だ。財務省は国の借金、プライマリーバランスの嘘をやめろ。政府は緊縮財政をやめて、積極財政に転換し、国産企業と将来の人材の育成に投資しろ。日本はすでに優秀な人材がいる。中国が千人計画をやるなら、日本は万人計画をやれ。財源はある。やるだけだ。11月9日の報道。TSMC は22から28ナノメートル半導体生産の技術を提供するために、熊本県に子会社を設立する。TSMC とソニーが共同で発表した。ジャスムは世界市場での強い需要に応えるために、TSMC の子会社として設立される。ソニー・セミコンダクタ・ソリューションズは、ジャスムの少数株主として参画する。ジャスムの半導体工場建設は、2022年に始まり、2024年に完成する。先端技術に通じた1500人の人材の雇用を創出し、月間で300ミリメートルウェハー4万5000枚の生産能力を有する。初期投資額は8000億円で、日本政府から強力な支援を受ける前提で検討している。ソニー・セミコンダクター・ソリューションズはジャスムに約570億円出資し、20%未満の株式を取得する。TSMC とソニー・セミコンダクター・ソリューションズ間の取引は、一般的な取引条件に従って完成する。TSMC とソニー・セミコンダクター・ソリューションズは最終合意に達した。TSMC の CEO、ウェイ・チュチア博士の話。人々の生活のあらゆる面でデジタル化が進展し、TSMC は顧客に絶景的機会を提供している。TSMC の専門技術によって、人々のデジタル生活と現実生活の融合が始まった。製造業界の労働者であり、TSMC の長年の取引先であるソニーの協力を得て、
日本に新しいウェハー工場ができる。それによって市場への供給が強化されるだけでなく、多くの日本の人材が TSMC のグローバルファミリーに仲間入りする。大変喜ばしい。ソニーセミコンダクターソリューションズ清水輝史社長の話。世界的な半導体不足が続く中、今回の TSMC とのパートナーシップが当社だけではなく産業界全体のロジックウェハーの安定調達に寄与することを期待する。世界最先端の半導体生産技術を持つ TSMC とのパートナーシップをより一層強め、深めていくことは、ソニーグループにとって大いに意義があるものと考えている。これまでの報道。TSMC は1997年に日本子会社を設立した。 TSMC が日本にウェハー工場を建設したことは、半導体のエコシステム、企業間の経済的な連携の仕組みを長期的に日本に根付かせるきっかけとなった。最近では2019年デザインセンター、製品設計拠点を開設し、全世界の顧客のためにサービスを提供している。今年、茨城県に TSMC Japan 3DIC 研究開発センターを設立した。日本のパートナーと協力し、最先端のパッケージング技術を開発する。このチャンネルの第一目的は弱者保護、第二目的は生産力拡大、自由競争です。これはジョン・ロールズの正義論です。第一に生活困窮者を助けます。第二に科学技術立国です。1、TSMC ではなく国産企業に投資します。2、万人計画はエリート人材の集約です。日本版の千人計画です。3、将来の人材を育成します。理学部、工学部、高専、工業高校に投資します。国は通貨発行権を持っているので、財源はあります。すべてできます。このチャンネルは官僚という言葉を使いません。使うときは皮肉、あるいは歴史用語として使います。財務省職員、経産省職員と言います。エリートでも何でもありません。補助機関です。何も作ることのできない東大法学部の連中が経済政策を進めて自分の手柄にするのは間違いです。弁護士もエリートではありません。代理人または実務家です。才能がないということです。科学技術立国の主役は科学者と技術者です。東大法学部よりも高専の方が上です。皆さんも意識を変えましょう。主権者は政治では選挙権者、経済では消費者です。つまり皆さんです。一番下の財務省、経産省のバカどもが、主権者である国民の財産を勝手に TSMC に差し出しました。これを許してはなりません。許すわけないでしょう。